これも平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他には？もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。赤鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃと。お達しね。変わっちまったな、芦名の戦も。
Oh,
Thank you.
お主もか。まいっと。さあ、何にしやす。何をしている？ああ、あなたですか。竜骸の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい、咳とともに出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか。竜骸にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜骸にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。また。お前さんも来たのか。にぎやかな子って。
ルッシー殿。いらぬ心配よ。あいにくとまともじゃないんでな。竜がいごときで死にはせん。